Thank you.
はて、監視者の館に用があるのでは。察しが悪いですわ。あなたを彼らから引き離す方便に決まっているでしょう。今のうちに地上に戻って人を連れてくる段取りを進めてくださいませ。そういうことでしたら申し訳ありません。私は地上へは戻らない。どうして？本当に急がないとダメなんだ。週末が始まったらみんながひどい目に遭っちゃうよ。あなた方は本当に私たちのことを大切に思ってくれているのですね。来たー。大丈夫。彼らも私も怒りません。そんなこと到底できるわけがない。何千年もかけて月を開拓するのは使命だとしても決して楽なことではなかったでしょう。それでもあなた方はやり遂げ、そしてその名前を選んでくださった。名前？私たちの現代語での名前のことですの？ええ、名前とは己を表す大事なもの。そうありたい、そうあってほしいという願いなのです。私たちが親しみやすいようにと今の名前を選んでくれたあなた方のこと、アーテリスの住民を心から思い案じてくださっているのは疑う余地もなく分かっております。ああそうだ、そうだとも。俺たちはハイデリン様のあの星に暮らす命への思いから作られた。大好きなんだ。あの青い星はどんな星よりキラキラして見える。そこに生きてる奴らも元気だといいなってずっと思ってた。月を開拓しながら僕ら自身の気持ちもどんどん大きくなっていったのさ。僕らはあの青い星にいるみんなと会いたかった。君たちとずっとずっと会いたかったんだ。だからどうかお願いです。週末から逃げて月に来てくださいませ。間違ってたのならいくらでも直しますから。間違っていたのではありません。ただ知らなかったというだけのこと。例えばシンギングウェイ、あなたの名前の由来となった言葉は単に節をつけて声を出すということではありません。地上には数えきれないほどの歌がある。それらは喜びや悲しみ、あらゆる思いや祈りを乗せて響き渡るものなのです。マッピングウェイ、あなたの名前になった言葉はあの広大な星を長い時をかけて踏破し知ってきた証。アーテリスには高い山があり、広い海があり、彼方まで続く草原がある。人は命を重ねてそれを開き明らかにしてきました。
あなたは、失礼、まだお名前を伺っていませんでしたね。プディングウェイ。それは、ふむ、言葉で説明するよりも作って差し上げられればいいのですが、ピクシー族に習った魔法が使えるかもしれません。後で試してみるといたしましょう。そしてリビングウェイ、あなたの名前の意味を説明することはとても難しいですが、そうですね、私がまだ子供だった頃、読書を邪魔してくる幼なじみに戯れのつもりでその言葉の意味を問うたことがありました。彼女はうんと悩んだ後にこう言った。まだ読めていない本の続きに期待すること、今日の嫌な失敗が明日には塗り替えられるようにと願うこと、今話している誰かとまた話せたらいいなと思うこと、多分そういうことの積み重ねじゃないかとね。よくわかりませんわ。私もまだ学んでいる途中です。ですが精一杯あなた方に伝えさせていただきますので、少しの間私たちのことを知っていただきたいのです。これを。インクです。アーテリスと同じ青色の急ごしらえですが、出来には少しばかり自信があります。私が嘘で扇動せずとも、人は必ず行くべき道を決断するでしょう。どうかそれを待ってはいただけないでしょうか。そのインクであなたの持つ本の続きを綴りながら、人を知っていくうちに付き合い方や月の変えるべきところが見えてくるかもしれない。何より互いにとってより良い新たな道を見つけられるかもしれません。わかりました。ぜひお願いいたしますわ。お聞きの通りです。私はここに残り、レポリットと共に月を整えます。サンクレッド、あなたはまさかリーンを見捨てるような選択はしないでしょ。他の皆さんも同様です。きっと最後の瞬間まで星を捨てず、共存世界を犠牲にしない方法を探すでしょう。だからこそです、いざという時は月で逃げられる段取りがされていた方が、そちらも心置きなくあがけるかと。わかった。俺たちがしくじったら、あの星の連中を必ずお前が救ってやってくれ。ええ、そのような時にはあなた方ごと引っ張り上げますので、ご容赦を。Yeah.
勝手に焦ってしまってあなた方にも失礼を。本当に申し訳ありませんでしたわ。お愛子よ、こちらも強行手段に出てしまったし、グロービングウェイたちに謝っておいてもらえると助かるわ。承知いたしました。私たちはひとまず人について学びながら地上の皆様の決断をお待ちしますわ。それにあたって協力者のことをお伝えしようと思うのですが。ああ大丈夫よ、どうせシャーレアンの哲学者議会でしょ。ご存知でしたの？状況から見てね、あなたたちの話していた協力者の行動に彼らの動きが当てはまっていたのよ。サモン会にかけられてまでラビリンソスや禁書庫を調査しておいた甲斐があったわ。詳しい話は地上に戻ってからにしましょうか。アルフィノたちも待ちわびているでしょうしね。